お、ステルスキンがいる。ダイヤモンド、エーテル、エレクサの3点セット、2222ギル。はいはいはい。初めの方に比べるとだいぶ値段も上がってきたな。まあさすがにね、上がるわな。月の満ち欠け、星の呼吸、すべては星に見えて銅、また銅に見えて星。ガイアの青い光はテラの文明によって作られて我々に苦痛をもたらす。苦痛への耐性は環境への適応の一部であるとも言える。まあこの村にいる人たちは何言ってるのかよくわかりません。じゃあね、とりあえず、いや、話しかけちゃおうか。おい、お前たち一体ここで何をしてるんだ。器としての成長。はぁ、まあいいや。しかしお前ら男も女もいるみたいだけど、単性では新しい環境に適応する遺伝情報の多様性を保てないから。あ、視覚情報を認識する力を高めることは器としての肉体には必要な条件なのです。なあ、一体お前たち何してるんだ。お前は見たところ子供みたいだが、我々に年齢は存在しない。そういう風に作られただけだから。時が来たら我々には魂が注がれる。その時に我々の肉体は成長を始める。よくわかんないね。で、こっちは、まあ、本当に早く休ませてあげたいんですが、とりあえず魂が流れているということ、星が生きているということ、魂の流れが止まっているということ、星が死んでいるということ。星の色はその星の形を表す。ガイアの青、テラの形。テラの赤。器にいずれ失われる認識は必要ない。が、知能の低下を防止するために情報は与えられる。魂は流れる。星が回るように。星の輝きは星の呼吸。魂の循環による生命活動。テラとガイアの魂が混じり合えば、まだ量に勝る、ガイアにテラは取り込まれる。まあ、何残っちゃっちゅう話だね。で、この辺になんかあったよね。OK、エリクサー。器としての適性を計測し、より優秀なジェノムの作成、育成のための研究材料としている。観音値356。人が作られてんのかな。活性計測525、基準値通過。あとはなかったかな。で、あとは左側半分。あ、同じだな。おい、この辺りにどこか横になって休めるところとかないのか。なぜ休む。なぜって、お前らだって夜になったら休むだろ。あ、いや、今は眠いわけじゃなくてだな。夜とは光が遮られた状態のことか。んなこと問答してる暇ないんだ。ベッドとか宿屋とかどこにあるんだよ。そこの入り口だ。そこだな。よし、わかった。ここだね。ここならガーネットを休ませることができそうだな。けど、何なんだこの村の奴らは。まるで正気がない。それに、ひどく嫌な予感がする。なんだこの感じ。いや、今はともかくガーネットを休ませることが先決だ。エイコ。ねえ、この辺りに、どこかお薬とか。ねえ、この辺りにお薬とか売ってるお店とか。だから、お薬どこかにないかって聞いてんの。もう、なんでここは変な人ばっかなの。みんなジタンみたいな尻尾が生えてるし。はぁ、あ、その辺りにピモピモ草でも生えてれば気づけなく作るのに。ないわよね、こんなところには。あ、見つけたわよ、さっきの子ね。あなたが変なところに連れてくるから、ガーネットが。うん、今はそんなことどうでもいい。ねえ、何かお薬とかないの？もうすぐ目を覚ますわ。なんであんたにそんなことがわかんのよ。彼は？彼？彼？
彼ですって？ジタンのことを言ってるの？英子だってまだそんな風に呼んだことないのに。でも残念でした。ジタンとガーネットは熱々なんだから、あなたの入る隙間なんて。彼に伝えて、地下研究所に待ってる。ずうずうしいにも程があるわ。なんで英子がそんなことを。ちょっと待ちなさいよ。なんなのあの子って。こうしてもいられないわ。ガーネット、姫様、おいとわしを。くそ、どうしたのじゃ。ジタン、先ほどからお主らしくもない。なんだよ俺らしくって。すまない、自分でもよくわからないんだ。ただなぜか落ち着かないんだこの青い光。おお姫様、お目覚めになられましたか。一体どうしたのじゃ、急に気を失うとは。思い出したの。何をだ。マダインサリオを破壊したのは嵐なんかじゃなかった。あの飛空艇に着いた目、あれがマダインサリオを破壊したの。覚えてるでしょ、アレクサンドリアが破壊された時もあの瞳が現れた。確かに上空にあのような瞳が浮かび上がって、そこから光が。そういえばイーファの木でバハムートが暴走した時も。ええ、空にあの瞳があった。おそらくは同じ飛空艇。なんですと。それではあの飛空艇がブラネ女王を。おっさん。ああ、すみませぬ姫様。いいの、もう分かったことだから。そう、私の故郷も私の育った城も、そして私の生みの母も育ての母も、みんなあの飛空艇に奪われてしまった。なんということじゃ。あ、ガーネット、大丈夫だったの？もう平気よ。ダメダメ、なんだかまだ顔色悪いよ、休んでなきゃ。なんだか他のみんなも顔色が悪い気がするけど、どうしたの？案ずることはない、慣れぬうちでみんな疲れたのじゃろ。ふーん。あれ、ジタン、どこ行くの？ああ、そういえば、あの変な子、英子たちをここまで案内してきた子がまた変なことを。ジタンのことを地下研究所で待ってるですって。なんかやらしい。ジタン？ジタンの様子がちょっとずつね、変わっていくわけですが。で、黙って出てった割には、帰ってくるお宝、エリクサー。おいたわしや。いや、休まないわ。うん。ああ、くそ、連打しちゃった。結局休んじまったよ。まあいいや。ガーネットは寝てるか。うん。着いた。そうかいそうかい。まったく。ご丁寧なことで。で、結局これも俺に見せたかったものだってことか。そう。もう理解したよね。ふん。理解したくもねえけどな。あいにくそこまで間抜けじゃない。こうも自分と同じような尻尾を持った奴がうよよいるんじゃな。彼らは同じ仲間たち。この地に生きるジェノム。ジェノム？それがこいつらの？いいや、彼らだけじゃないわ。あなたも、私も。私たち全てに与えられた種の名前。それがジェノム。皮肉な話だ。あれほど探した故郷がまさかこんなところにあるとはな。そりゃ見つかるわけないよな。ガイアの上のどこにも存在しないんだから。嬉しくないの？自分の生まれた地に帰ったのよ。嬉しい？お前らにそんな感情がわかんのか？どいつもこいつも魂の抜けたような顔しやがって。仕方がないわ。そのように作られているのだもん。そして、魂を持たないジェノムであることをここでお互いに確認し、管理するよう仕向けられている。一体何のためだ？もう腹の探り屋はたくさんだ。寺で生まれた俺がなぜガイアで育ち、暮らしてきたんだ。俺は生きてる。魂もある。なのになぜこいつらはこんな風に。あなたが特別なのよ。え、何？私たちはただの器。あなたは器以上の役割を与えられただけ。すべてはガーランドの意のままに。ガーランド？おい、一体そいつは。で、ついてく。さあ、これでジタンの謎がわかるわけだね。出世の秘密というかね。ガーランドは星の管理者。彼の使命はテラの民の復活。テラの民の復活？
ここにいる奴らがテラの人間じゃないのか。奴らは、奴らじゃない。彼らは器にすぎない。いいえ、あなたも私も。本当のテラの民は眠っているわ。長い長い時を待って。いずれ時が満ちて、テラがガイアに取って変わるとき。そう、この星の光が青から赤に変わるとき。ちょっと待て、テラの目的はガイアの乗っ取りなのか。他に何があるっていうの。老いたテラは新しい星を奪うことによって常に生き続けてきたわ。そしてその時が訪れると、テラの民の魂がジェヌムに宿る。それがテラの民の復活。なんでそんなまどろっこしいことをしやがる。お得意の魔法でもって滅ぼしちまえばいいじゃないか。アレクサンドリアをそうしたように。遥か昔、一度はガーランドも強引な手を、手段を試みた。けれど失敗した。だったら尻尾巻いてどうか生きやがれってんだ。その失敗のため、ガーランドは長い時を待つ羽目になった。若いガイアが強大な力、召喚獣を使いこなすまでの文明を持たぬよう監視しながら。だから召喚獣の村を襲い、アレクサンドリアを破壊した。星には魂の循環があるわ。魂は星に生まれ、星に帰る。その循環までをも制御しようとしたガーランドは考えた。そのためにあなたにも働いてもらうはずだった。なんだと。ガーランドが待ってるわ。ついてきて。何を企んでる。俺にはテラダのガイアダの関係ねえ。俺は。ジタン帰ってこないわね。ガーネットの調子が悪いっていうのに何やってんのかしら。ねえ、エコ。ああ、ガーネット、寝てなきゃダメじゃない。もう大丈夫よ。それより、お願いがあるの。何？エイコにできることなら何でも言って。ジタンを探してきてほしいの。え？別にいいけど。あ、わかった。ガーネット焼きもち焼いてるんでしょ。違うの。なんだかとても嫌な予感がして。いいよ、エイコ行ってくる。だからガーネットを休んでてね。はい。いつか帰るところ。クイナ。おほー、大きな石あるね。こんなものみんなに眺めて一体どうするアルカ。実はこれ食べられるアルカ、それともでかい石焼き芋に使うアルカ。でかいな。何にも反応ないアルね。ちょっと舐めてみるアルや。何も言わないってことは構わないってことあるや。ペロリ。ちょっとしょっぱいあるか。おろ、あれはジタン、何やってるあるか。こんなところに突っ立って。ああ、なんだ、クイナか。こんなところで黙って立ってると、心に喋らない人たちと全く見分けがつかないあるよ。誰にも似てる人がいるとは言うあるが、こんな地面の内側に似てる人がいっぱいとは。世の中不思議なことがあるものあるね。そうだな。ん、ジタン、どうしたあるか。さっきから何か変あるよ。そんなことはないぜ。俺はいつもの俺さ。そんなこと言って、クイナだってクイナの師匠とは見た目そっくりだぜ。そりゃそうあるよ。クエル師匠と私は同じ部族ある。だろ。他の種族から見たら同じ種族のものは似て見えるものさ。まあ、そういうものあるかね。ふぬ、同じ種族？いや、ジタンがさっき休んだばっかだよ。同じことしか言わないんだね。エイコの装備は大丈夫かな。どうしようかな。目には目を。ジタンに装備させたの、これは。ピュノクラウンか。ビビがつけてたけど多分覚えたんだろうな。それかもう一個持ってるか。これでいいか。よし。じゃあ仲間を集めながら探索しましょう。心のありか。ねえ、この辺りって。君たちってここで何してるの？そうそう、ここの青い光綺麗だよね。何にも喋んない。君たちも好きなんでしょ？みんな青い光見てるから。この光は我々に不快感をもたらす。そう。あれ、さっきの子だ。あれ、ジタン、何してるの？何してるのって、ビビこそ何やってんだ？
この村の人たちに話を聞こうと。この子ならあんまり年も変わんなさそうだし。無理だろう、そいつらに何聞いてもろくな答えは。でもなんだか話せば伝わる気がするんだ。へえ、お前がそんなこと言うなんてな。なんて言ったらいいのか、その似てる気がするんだ。似てる？どういうことだ？俺に似てるのは見りゃわかるぜ。違う違う、そうじゃなくて、カーゴシップやクレイラで見た僕の仲間たちに。全然見た目は似てないんだけどね。一つだけわかるよ、この子たちの心も空っぽなんかじゃない。もしかしたら心がどこかにお出かけしてるだけなのかもしれない。そうか、空っぽじゃないか。あれ、ジタンどこ行くの？ジタン、まずはクイナのところに行きましょうか。まあ、ついでにね、装備も確認したいので。はい、もう一個、このように生を受けたこと。まあこの辺りの物語はシリアスだからね、あまり笑うことができませんが。こっちよ。おい、ジタン。なんだ、サラマンダーかよ。なんだとはご挨拶だな。しかしどういうことだ、こんな地中までやってきて。さぞかし強いやつもいるだろうと思ってきたらふぬけばかりだ。張り合いがないか。そんなところだ。なあサラマンダー、一つ聞いていいか？聞くなと言ってもどうせ聞くのだろう。お前、親とか家族はいるのか？ずいぶんくだらん質問だな。すまんな、ちょっと興味があったもんでな。物心ついた時に目の前にあったのは親の顔じゃない、倒すべき敵の顔だ。戦いの中に身を置くこと以上の意義を感じたことはなかった。なかったか。過去形なんだな。ふん、誰かさんのおかげだとでも言えばいいのか。よせや、君があれ。お前はどうなんだ、親とか家族とかか？俺に親はいない。クイナ。おう、エイコアルカ。一体ジタンはどうしたアルカ？何か様子がおかしいアル。わかんないの、なんだか黙って出て行っちゃって。私も一緒にジタン探しに行くアルよ。で、クイナが仲間になる。クイナはキルスカフぐらいか。あ、癒しの D や。クイナそういえば覚えたな、癒しの。もう一個、その意味。おい、一体どこまで連れて行きだ？行ったでしょ、ガーランドのところまで。そんなこと言ったって、この先は行き止まりじゃねえか。道はあるわ。ほら、あそこから彼の元へと行ける。彼が魂たちの眠る地で待ってる。その時は復活を待つ魂たちが時を刻む浮遊城パンデモニウム。仲間にお別れはしなくていいの？ジェノムだがなんだか知らねえが、俺はここで生まれたんだろ。だったら俺はガイアの人間にとって敵だってことだ。物分かりがいいのね。勘違いするな、俺はお前らに味方なんかしない。ただお前らがテラが俺の身内だってんなら、身内の不始末は自分の手で蹴りをつける、それだけのことだ。あー、エイコ、ジタンがね。ジタンを見たの？まあ、なんで止めないのよ。止めるって、確かにジタン変だったけど。ジタンも追っかけてるなら僕も一緒に行くよ。で、ビビンも仲間になります。ビビンもうないかな、武器はね。またチョコボとかで新しいものを手に入れないと確かないはず。ドラゴンリストどうしよっか。防御下がるけど魔法回避が上がるんであればいいか。ローブ、もうこの時期になるとアビリティはそんなないか、覚えるものはね。クイナとのレベル差激しいな。大丈夫かな、この後のイベントすぐ死なないかな。そこの門の封印を解くことができるのは限られたものだけだ。ねえサラマンダー、ジダンはこの先に向かったの？ああ、そうみたいだ。いつになく深刻な顔をしてやがった。
やっぱり何かおかしいわ。探しに行くんだろ。え？一緒に行ってやるって言ってんだ。ボサッとしてんじゃねえ。あら、ツンデレ。謎のツンデレーションが始まりました。こいつ未だにリストなのかよ。マジでか。いかにサラマンダーを使っていないかだね。ヒックステータス、すごいな。防御力9だって。一撃で殺されんぞお前。最弱すぎるだろ。 A 子より攻撃力ないとか。泣けてくるわ。かわいそうだわ。ちょっと待って、よしじゃあ行こう。で、この先いた。ちょっとあなた、ジトンをどこに連れてったのよ。彼は自ら望んでガーランドの元に行ったわ。ガーランド？なんだか悪そうな名前だけど。ジタンが英子たちを置いてきぼりにするわけないじゃない。彼は言ったわ。そう、自分の存在理由を知るために。嘘よ、そんなの嘘に決まってるわ。自分はガイアの敵だ。そう言って彼はパンデモニウムの門をくぐった。大変だわ。願わくばさまよえる魂に平安の地を。まあそういう星だから仕方がない部分もあるのかもしれないけど、でもガイアで育ったね、チタンにとっちゃ辛いよな。ここがガーランド様のお屋敷ってわけかい。大層なご趣味をお持ちのようで。さて、その鶴を拝ませてもらいに行くとしますか。うん、そうだね、帰るわけにはいかない。ジタンは装備はさっき確認したよね。大丈夫だと思いますが、あーでもどうしようかな。魔力はいらねえか。防御力1上げとこうか。攻撃力が下がるのはちょっと痛いですが、まあ大丈夫だとは思いたい。で、目には目を。で、オーリーハルコンでいいよね。アビリティどうしようかな。警戒はいらないかな。警戒いらない？使わないか、警戒は。この後は。これでいいか。行こう。さあ、長い長い話が始まるぞ、これ。また。待ちわびたぞ。来た。お前は。今から12年前になる。私は一人の優秀なジェノムを失った。ガイアに使わし、ガイアの魂の循環を乱すために作られた生命。それがお前だ。よくぞ戻ってきたものだな。うるせえ。俺が何者か俺が決める。お前なんぞにどうのこうの言われたかねえんだよ。そうか、お前がガーランドだな。ならばどうする。ぶっつぶすって言いてえところだが、その前に全部話しやがれ。なぜ俺はガイアで育った。何のためにお前たちはガイアを破壊する。ガイアを破壊するつもりなどない。ただガイアを寺にするのみ。なんだと。無論全てが思い通りに行くわけではない。お前がガイアで育ったこともその一つだ。お前と同じように作り出された生命、奴が歯車を狂わせる一因になったのかもしれん。奴？誰のこと言ってるんだ。お前もよく知っている男だ。ついてこい。ガイアの輝きが神秘のテラの輝きに変わるまでまだ時は未だ。いずれお前の力が必要になるやもしれん。時を刻む城、パンデモニウム。パンデモニウム。待ちやがれ。さあ話してもらおうか。一体私はテラの民の魂が目覚めた時の器としてジェノムを作ってきた。しかし今から24年前、お前と同じような一人のジェノムが生を受けた。そのジェノムは器にするにはあまりに意志が強く、一度は私も廃棄を考えた。しかしこうも思った。力があるのならそれを利用すればいい。私はそのジェノムをしもべとしてガイアに使わし、ガイアの魂の循環を乱すことにした。だからそいつは誰かと聞いてんじゃねえか。
まだわからんか。お前にとてもよく似た男だ。俺に似てる？そんな奴に会ったことは。物が瞳に映る姿のみを捉えればな。お前とよく似た瞳、魂の形をした男。私がガイアに使わした男。お前の兄とも言うべき男。それがクジャだ。クジャ？奴がジェノム？そんなバカな。奴には尻尾もないし、見た目も。隠しているだけだ。奴は自分がジェノムであることを否定しようとする。自らの存在意義を認めず、斧が生を主張しようとする。瓜二つではないか。そう、お前に。ふざけんな！俺はあんな奴とは違う！奴もよく言った。こいつらとは違う。同じ種であるジェノムたちを指してな。クジャ24歳かよ、あれで。24歳でブーメランパンツってどうなんだ。ジェノムとしては不適合とも言える奴の欲望は、ある一つの任務に関しては最適だった。戦乱をガイアにもたらす。それが私が奴に与えた任務だ。本来あるべき流れではなく、不自然に乱れた流れを作り出すこと。だから一体なぜ？魂の流れを乱すということ。それがつまり戦乱。想像以上に奴は働いたと言うべきかもしれん。俺は一体なぜガイダに？お前がブランバルに生を受けたとき、クジャにはお前の存在が許せなかった。自分より大きな力を秘めたジェノム。このままでは、己の地位を脅かすかもしれん。クジャはお前を捨てたのだ。奴がこれから戦乱を起こすべき地、ガイアに。お前は、俺はクジャと同じようにガイアに戦乱を起こさせるためのしもべとして。その通りだ。クジャがお前を捨てたのは想定外だったが、それもまた奴の特性として認めることにした。それに、奴にとってみれば、ガイアの戦乱はお前への勝利の証明につながるわけだ。奴がお前を殺さず、生かしたのも、斧が存在を証明したいという欲望のためかもしれない。そんなことのために、多くの人の血が流されたっていうのか。そんなこと、とはクジャの欲望か。我々の目的、魂の循環を乱すということか。どちらもだ。大体、その魂の循環を乱したところで一体。魂を得り分けるんだ。魂の循環の中で、ガイアの魂を淀ませ、次第にテラの魂を流していく。本来あるべき速度より魂の流れを加速すること。それが戦乱の意味だ。そして時が満ちたとき、ガイアの魂はなく、ガイアは完全にテラとなるのだ。そんなことどうやって？お前たちも目にしているはずだ。イーファの霧、そしてそこから発生する霧。ソウルディバイダー、それがイーファの霧の役目。そして霧は淀んだガイアの魂だ。霧は俺たちが止めた。お前の思う通りにはいかねえ。お前たちの見たものはイーファの霧の裏側に過ぎない。今なおイーファの霧は活動し、ガイアの魂の流れをせき止めようとしている。見るがいい、今のこの星の姿は。ここは言うなれば観測所、ガイアの、そしてテラの輝きを見るための場所。一体どういうことだ？あの光は一体？あれがこの星の中心だ。魂の循環の始まりであり、終わりでもある。今はまだガイアの輝きとも呼ぶべきものだ。しかし、あの輝きが青からシンクに変わるとき、すべての魂はテラのものとなり、テラの復活は完了する。そのために、私はあの光をイーファの火で包み、星の内部からガイアの魂を得り分け、循環を妨げた。それがイーファの木の真の目的、真の姿だ。お前が地表で見たものは裏の姿に過ぎ、ガイアの魂、霧を廃棄することを止めたとて、この星の魂の流れは変わらない。結局、クジャはイーファの木に魂を送り込む死神だったってところか。そう、私の作り出した死神。ただし、それはお前が成長するまでの間だけ。どういうことだ？
奴の魂に永遠は必要ないのだ。次にお前を作り出すことが決まっていたのでな。俺が成長してクジャを超えたら、クジャの魂は用済みだぞ。そうだ、もうすぐ奴にはその時が訪れる。どうだ、そろそろ斧が存在の意味が分かったのではないか。分かってたまるかよ。俺はガイアの人たち、ガイアの人間と共に笑い泣き時を過ごしてきた。そのような小さな時より悠久の時を年と共に生きればよい。お前にはその力があり、世界があり、理由がある。力も何も関係ない。もし俺に帰る世界があるのなら、タンタラスの仲間たち、ビビ、フライヤ、サラマンダ、クイナ、スタイナ、エイコ、そしてガーネット、それだけじゃない、多くの人々、あいつらと生きた世界だ。もし理由というのなら、俺の大切な人々に悲しみをもたらしたお前らを、テラをぶっ潰すのはこの俺だ。俺がテラにジェノムとして生を受けた理由はそれで十分だ。残念だな、お前のその魂の形こそ新たなる死神にふさわしいと思ったから。ああ、なってやろうじゃねえか、お前らの死神にな。その力、その肉体だけしか利用できないということか。うるせえ、もう五択は聞き飽きた。覚悟しやがれ、ここがお前の墓場だ。愚かな、その身を新たなる魂を迎える器となれ。な、何を。ただのジェノムにするには惜しい素材であったが、仕方あるな。